はいどどどどううううもどうもどうももこうやってリアルミーティングなかなかね、えー、お久しぶりでございますけど皆さんお元気でございましょうかえー、皆さんお元気ですか <laughs> あのー、まあコロナっていうものがこのやってきてちょうど去年の 今頃ぐらいかな2月の半ばぐらいからゾワゾワして出してこれどうなっていくんだろうねみたいなね時間があってちょうど2月は僕ロサンゼルスにあのバシャールの,あの対談に行ってたのでまだあの普通にこう入国できてあの海外に行くっていうことに対して違和感はそんなになかったのが2月もう3月となりますとえー、海外に行くみたいな空気ではなくてですね 絵体の知れないものっていうのが一番恐怖を誘うわけですけど誰もがですねどうなっちゃうのどうなっちゃうのってやってたのが去年の今頃1年経ってくると何気にこうなんていうのこ,うこの空気感にも慣れてねなんかできればこれが続いてほしいみたいななんとなく思うような気持ちとまた あの時見たく戻ってほしいという気持ちと僕たち自身が覚えてしまった新しいライフスタイルの中でこれは未来も続けていきたいよねと思うものが結構あるんですよねまあ大体のものが前年対比売り上げを落としたり利益を落としたりしているわけですけど伸びてる企業もあるのねもうすでに線引きできてますか1年経って線引きできてないっててて引ききでででななないいいいいととうううのは結構学んこにしまうわけですけすど 線を引いてこっち側は相も変わらず利益が上がっていくビジネスモデルでこの線より向こう特に離れれば離れるほど、えー、難しいよねっていうその線は一体何かっていうとねラライフライフンに沿った仕事なのかかどうかっていうういとところだと思うんです要は生活っていうものに密着してるビジネスっていうのは当然伸びてますよねスーパーの人たちはもう大変なあの忙しい中お仕事をしていると。しかししかかながらどうでしょうでょ もうおじさん銀座にもう3か月も飲みに行かなかったら死んじゃうよ比喩では使いますが本当は死なないわけですよね。なのでライフラインから離れていくビジネスモデルっていうのは非常に難しくなってるなっていう中で大人としてですね この未来を生きようとした時に自分が収益を上げていく時のビジネスモデルとして何とお付き合いしていったらいいのかっていうことを考えるとですねかなり僕たちの選択肢に影響を与えるような一個の出来事が起きたってことね僕も来月で56歳「うイッツワオ」wow. ね「イッツワオ」ですよ「イッツワオ」wow. ね56歳。 なんか55って40代の空気あるけど56って60代の空気があるよね,ねえもう自分が50代になるの相当つかないでしょねえ来世だと思ってるでしょねえ今世です <laughs> 何の努力感もなくそこに到達しますまあ若い時の未来といえば来週の土日みたいなもんですよねそれがなんかこう30になる時とか恐ろしくて。 自分が違うこの生物体になるんじゃないかぐらいのねおろす恐ろしさがあるんです、まあ、30になればなったっあらなんかやってけんじゃんみたいなね30は30で、えー、継続されていくんですけど今度40になる時ってなんかこう年、えー、を重ねねたから老いいるるっててう空気感が出てくるよ、ね、で40怖いと思うけどつるんと入ってみるとわりかしあのやってけるじゃないかと。 で50って半世紀だからさなんかいけないものって感じがするんだけどなってみたらなってみたでっていうでも僕もちょっと今あがいてますけどね55ん,なんかいいけど56響きが重いなっていうねまあそういうふうに思うわけでございますが。 えー、20歳の時に僕のところにアメビジネスがやってきてですねそこからそこからという物語がどんどん展開して今日に至るんですけど今日はね OPP っていうことでプランを聞く前の段階のお話をねしていきたいと思いますじゃあお願いしましょう。と、はい、い,いうことですよね。 あの時代も変わりましたけど僕たち自身の人生を見る目とか自分を見る目とか、えー、この巣ごもりライフで結構自分と向かい合い合ましたよね私は一体何を喜びとして生きていくのかとか。 人生で幸せって一体何なんだろうかっていう刷新が行われたことだと思うんですけど、えーまあ、3タイプあるって言われててね、えー、怖いよ怖いよ怖いよっていう形でただただ怯えてる人そしてもう一つは早く元元ににに戻戻ればいいのにねっていのねねうもう元には戻らないですよ、ね、しかしながらあの日がまたやってくるっていう望みを持っている方そしてもう一つのタイプの方はもうすでに新しい時代を予測してですね こういうい具合になっちゃうんじゃないっていうことでもう新しく動き出してる人っていうこの3つのタイプの方がいらっしゃるんじゃないかっていうふうに、えー、言われているんですね皆さんはどのタイプに属していらっしゃることでしょうかこんな時こそコミュニティって重要でねしかもその人の価値観が信頼できるコミュニティを持ってるっていうそういうブレーンがあなたの周りにいる人にとってはこっちですかねあっちですかねっていうことから動いていけると思う。 どうなっていくんでしょうねは生産性がないのでね何がいいかというとこうなってしまえばいいのになんですよこういうようになってしまえばいいと思わないこれからの時代こういうふうに見ていただくのがいいのかなと思うんですねまあ、そんな中で参考になるのはこれ土の時代から風の時代へってこれ聞いたことある人あ,あほぼほぼですねまあ、これあの見る人によって違ってね神道で言うとね 龍神の時代から鳳凰の時代へってこういうふね。に言のね龍神の時代から鳳凰の時代へそして先生術的に言うとね水亀座の時代に突入ってこういう表現を使うんですけど、えー、これに2000年タームで大きく変わっていくすごい区切りに僕たちは今あ命をいただいてるわけね。でこの土の時代から風の時代っていうのはね 言うなれば2 0 0数十年タームでこう変わっていく、えー、変革なんですねもし魂が旅人だとするとここ選ぶよね変わり目が良くないですか,なんか昨日なのか今日なのか明日かわからない人生よりあららら昨日こうで今日がこうで明日はそれみたいなところを人生で見てみたいですよね。 例えばベルリンの壁が目の前で、えー、倒壊していく姿を見るとかねうわ今時代が動きましたねっていうところを見たいわけですけど魂の旅人としては間違いなくここを狙って来られてる人たちがここにいらっしゃるまあ言うなれば好奇心旺盛なる魂がここに集っておるわけでございます。<laughs>